ずいぶん前から言われてたんだ一番最初に始まるときに何個かキャラ受けてるのオーディション、はいはいはい、多分そのテープの中で何か思ったんですよね。イメージが今週にぴったりのやつがあったんですね。なるほど。俺よりもだって年上っぽくないかな多分コンさん。確かにそうですね。あっという間にこうなんかキャリアと年齢抜いていかれちゃった。キャリアと年齢それからあの彼は何の能力もない人ですから多分ね。あ、そうですね。でもめっちゃ優秀じゃないですか。ここから先何かあるか知らんけどめっちゃ優秀じゃないですか。あの黒井さんを殺さなかったのだって、ね、独断でそっちの方が削れるからみたいなね言ってたりしました、ね、本君の声がほらバリトンでさ渋い声だからさ、やっぱ、はい、ね、こう僕も低いって言われるけど、はい、安本くんの声聞いちゃったらやっぱり中音っぽい感じがするのね、まあ、僕は。あ、確かに、ね、だからなんかあのキャラバランス両方とも低い感じするけど、はい、でもよくよく聞いたらやっぱり渋い安本くんの方がこう、はい、低いこうなちょっと血を這うような感じに来るから、はい、面白いっすね。なんかねその辺ねいい感じ、大人の雰囲気があるよ ね、はい、ね、小屋さんなんか太いって感じですよね声が。あ、そう、なんか低いっていうか太くて、うん、安本さんはなんか低いっていう、うん、いろんな響き方が違うだろうね多分ね。そうですね、うん、面白いな、うん、その辺も。じゃあちょっとここからお便りを紹介して、お願いします。お便りお便りあるんですか。あります。はい、お名前春風さんからいただきました。春風さん爽やか、ね、し、お知り合いですか。知らないですそんなびっくりするはじめまして、えのきさん、小安さん、安本さん、こんにちは。えのきなんだ。あ、えのきじゃないんですか。えのきさんなんだね。覚えそうなんですね。今ですか。覚えました。いやいや、僕も小安さん。小安じゃないんです。小安。はい、小安です。はい、あ、でもそうなんですか。小安さんは小安さんって自分で必ず小安とおっしゃったけど、なんか知んないけど小安さんに言っちゃう。そうそうそう。みんなフルネームで読むと小安武人さん。いや、小安武人。小安武人でしょうか。そう。えのき純也でしょ。えのき、じゃあ安本さん。いや、違います。難しいよね、そこは、ね。そう。頭高じゃない。完全向けてる安本博樹。あ、そうなんだ。何の迷いもなく読める。今日から安本さん。読んでいいですか。どうぞ。読んでいいですか。こんにちはということで、はい、私は原作を読んでいた時から伏黒当時というキャラクターが大好きなのですが、うんうんうん、実際に小安さんが演じられている当時の声や姿が本当に素敵で最高でした。軽薄で冷酷で、でも最後のセリフに込められた愛情など全てが予想以上に素晴らしくて、もっともっと好きになりました。なるほど、ありがとうございます。ということでラブレターですね。そうですね。小手さんはね、なんか、言い残すことはあるか、ねえよって言いながらあったっていうね。あそこがなんかでも、チャーミングにも見えるし、切なくもなるし。しかも、当時さん結構、モノローグ多いんですよね。そう、最後の方、モノローグらしい。モノローグらしい。あ、結構いろいろ思ってたんだ、当時さんなり。いや、でもあれはドラマチックになるよ。うん、抱えてるものを見せないでいたけどっていう、ね。まあ、だから人気があるのかもしれないですね。うん、かっこいい。感情移入ができて。ひどいことやってますけどね。そうですね。頭パーンですからね。やってることは、ね、なんであれ銃使ったんですかね。え？なんで銃だったんですかね。殴るんじゃなくて。銃じゃないですかあれ。あれも銃なんですか。うん、銃も銃なの？わかんない。あれアメリカの銃じゃないですか。アメリカの銃。USA の。USA の。USA 銃の。銃じゃないですか。ガンだったのか。USA 銃が。わかりません。わかりませんよ。全然公式のは適当なこと言っちゃダメだよ。ダメだよ。小安さん言ってんです。怒られちゃう。ダメだよ。えのき君ダメだからね。ちゃんと覚えてください。小安さん。安本さんね。小安さん。安本さん。ちょっとやめてください。安本さん。ひろきさん。ひろき普通で。続きまして、マルスさんからいただきました。はい、ありがとうございます。これ。何気になるわ。後で聞こう。何がしエンブレムの話。そうそう。あ、そういうこと。えのきさん。小安さん、安本さん、こんにちは。はい、こんにちは。拍手いただきました。こんにちは。安本です。安本さん演じる。安本さん、かわいい。コンさんは情報量が少ない人物だと思います。そうですね。開局玉折で安本さんの声がついたコンさんを見て、原作で読んだ時よりも、どこか優しそうだけど、得体の、優しそう。いや、ちょっと待って、話入ってこないから。得体の知れないおじさんだと思いました。引き続き開局玉折8月からの渋谷事変合わせて楽しませていただきます。確かに情報全然ない。でもなんかどっかしらうさんくさいけども仕事ができそうだったり、うん、で根本的には人間だしネゴシエーターだし、うん、なんかだからつかみどころがないっていうのにだけはものすごくフォーカスして頑張った。そこだけはとにかく頑張ろうと思って。どうやって出すんですか。いや本当のところは絶対言わねえよって、この野郎っていうつもりでやってる。めちゃ怖いわ。確実にお前には俺の6割しか伝わんねえからなっていうつもりです。弱みを
な弱みというか、なんか自分の中での多分、はい、取引材料である武器っていうのは最後まで見せちゃダメなポジションだと思ったのね、はいはいはい、そういうのとかもあるんだけど、はい、そこら辺には多分全部を出してたらダメなキャラだと思うから、はい、いや、本当全部はじゃないですけどねっていうのは心のどこかにずっと残してた、ね、許さない完璧には、うん感じとかね、でも楽しかったよ、すごい。僕自身はやってみて、すごく もっともっと好きになったキャラ。元、確か刑事とかなんですよね。そうそうそう。バックボーンはいろいろね、ちょこっとだけあるんでね。そうなんですね。うん、その辺もあって、ああいうなんか能力というか、うんね、仕事についてるのかもしれないですね。じゃあ続きまして、はい、あ、危ない。お願いします。お名前、ママグロの女さん。まあまあいいでしょう。星黒ではなくママグロ、ね、ママグロの女さんから。ママグロの女の女。難しいですね。難しいですね。えのきさん、小林さん、安本さん、はい、こんにちは。喜んでる。もう大好き。困っちゃってる。小林さんに質問ですが、はい、星黒当時を演じるにつれ、五条悟との戦闘シーンで、一度目と二度目で、当時の戦いの心情が異なると思いますが、うん、いかがでしたか？いかがでしたか？難しい。質問が難しいね。難しいですね。一度目。いかがでしたか？いや、いかがでしたか？一度目と二度目で。一度目と二度目。あ、はい、はいはい。当時の心情が、ちょっと違う。二、まあ、度目の方がなんか楽しそう。楽しそうでした。でしたか？変わった。僕はなんか解放の度合いなんじゃねえか。キャラクターとしても。まあ、だって五条も来るし。バンバン来るし。確かに。なんかそこら辺に楽しみもしかしてあったのかもね。でもそれは。小林さん的にはそんなに意識して変えたりは別にないって感じですか？うん、何か特別自分の中にこうしよう、うん、ああしようっていうのがなかった、ね。でもテンション感が変わっていったのかもしれないですけどね。うん、だから、うん、なんだろう、絵を見て、はい、台本見て、はい、で、中村くんがいて、はい、ゆうちくんが。うん、で、うん、お芝居をやって、ていく中で、はい、ああなったような、なんか中村さんがこのジュジュトーク中村さん、中村さんが来てくれた時に、うん、なんかその掛け合いでその小安さんが乗ってきてくれた時がテストの時ね、あって、うん、でもなんかこうディレクションで修正があって変わったみたいなことはおっしゃってたんですけど、うんうん、やっぱりなんか楽しくなっちゃうなっちゃって、こう掛け合いしたくなっちゃって、はいはいはい、ちょっとテンション上がったりとかしたのよ。はい。その二度目の戦闘とか。あ、二度目って、いや、一回目の時じゃなかったかな。うん、ちょっとのなんか開始すぎたっていうか。あ、でも熱くなりすぎた。多分こういうこと、ね、積み重ねどんどん上に、そうそう、二人とも上に上がってっちゃった気がする。ヒートアップしてた感じなんですかね。だそういうところはこう抑えてプロとして。それ普通だ、ね、それ終わって全部頭高いそう。プロとしてやっぱしてたのが。そうだね。でもやってる時でもあんまりそんなの、でも掛け合って戦ってたらそれはやっぱどっかで上がっちゃうのありますよね、うん、上に重ねていっちゃう感じは、うん、確かに結構その台本がやっぱもう元からそういう流れになってるから、バトルのね、うん、特にそこまで意識しなくてもなんか視聴者の方にはもしかしたらいろいろ伝わるというかね、まあ、熱量の変化ってのは伝わるかもね、うん、一種なんか視聴者の方が見てこう勝手に想像するのも含めてっていうところ、ね、まあ、余白ね、うん、余白みたいな部分も、はい、やっぱりアニメはね絵の力が強い、すごいと思う。いや、すごい、めっちゃすげえ、出来上がりのやっぱりアニメーションをね、毎週やってんのってすげえなと思う。あの絵の印象で全然、うん、違いますよね、うん、ゲトウと当時の戦いとか、うん、劇場版かっていうぐらいの、いや本当だよね、迫力ですごいよね、すごかったですね、うん、絵もあこの先もマッパさんは頑張っていくっていうねことを確約してますから、ね、もう大変、ね、小安さんに言われたら頑張るしか、本当にね立派だな MAPPA マッパすげえプレッシャーかけてるマッパさんに、マッパさん頑張ってください。いやでもマジですげえ。もう一つ行きたいと思います、ロックさん。